髪が切られて眼鏡も割れている。一体誰かに髪を切ってもらって失敗したの？昨日の夜よ、寝ている間に髪を切られていたの。気配がして目が覚めたんだけど、寝てるふりをしたの。犯人の顔を見てやろうと思って。犯人は一人だった。ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ。すごく蔑むような表情で笑ってた。すごく怖くなって動けなくなって、そのまま彼女が気の済むまで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なんだろう。もしかして、もしかして比嘉夏美先生の仕業なのかい？違うわ。比嘉先生は役に立たないけど、危害を加えてきたりはしないわ。エリさんよ、自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの。怖い人、私の感情をおもちゃにしてるんだわ。エリさんの被災したストレスの吐け口がひろこさんに向いたのだろう。春彦、あ、春彦って弟さん？そうです、私の弟です。余震が起きますね。大きい揺れが来なければいいけど。そうですね、今以上被害が大きくなったらと思うと気が気ではないですね。
この万年筆は春彦が私が教師になったお祝いにプレゼントしてくれたものなんです。見てたら思い出しちゃって。今高校生なんですけど、寮に入っていてずっと会ってないんです。弟とは以前大きな地震に巻き込まれたことがあったから、ついその時のことを思い出してしまって。万年筆をプレゼントするなんて洒落た弟さんですね。ええ、まあいつの間にかそんな気遣いができるようになってて驚きました。私のこと心配しているかもしれない。無事でいることだけでも伝えたいんだけど、携帯を忘れてきちゃったから。かなえ、ともや、あれ、君はあの時の、どうしてかなえと。彼女を瓦礫の下から助け出した後、一緒にヘリー乗り場に向かっていたんです。そうだったのか。カナエを助けてくれてありがとう。でもあなたがトモヤと知り合いだったなんてすごい偶然。それよりフェリー乗り場で待ち合わせの約束でしょ。ちゃんと待ってたんだから。ごめんカナエ。そうだ、紹介するよ。前に話した亡くなった恩師の奥さん、前田さんだ。彼女の用事を手伝ってからフェリー乗り場に向かおうとしてたんだけど、地震が起きて行方が分からなくなっていたから、今まで前田さんを探していたんだよ。智也と結婚の約束をしているカナエと言います。どうも、智也がお世話になってます。いえいえ、お世話になっているのは私の方ですよ。前田と言います。彼がいてとっても助かっているのよ。
ねえ、トモヤ、この町から出ましょう。彼といろいろな場所を見てきたけど、今のこの町に住み続けるのは大変だと思うの。前田さんも一緒に。ねえ、そうしましょう。カナエ、僕はこの町に残ろうと思う。え？なんで？あれから僕もこの町のいろいろな場所を回ったんだ。みんなすごく大変そうだった。だから僕はこの町に残ってみんなの役に立ちたい、そう思ってるんだよ。そう、トモヤらしいわね。そういうことなら私も残るわ。トモヤと一緒にいたいし、町のみんなの役に立ちたい。いいのかい？きっとすごく大変だよ。大丈夫よ。でもトモヤ、いざという時は助けてね。でも、あなたには本当に感謝してるのよ。いろいろ助けてくれてありがとう。僕からも礼を言うよ。カナエが無事だったのは君のおかげだ。それじゃあね、早く家に帰れるといいね。気をつけてね。Thank you.
やってきますので頑張りましょう。避難所では情報が正しいかどうかわからないのと、普段通りの生活ができないストレスが重なって、怪しい宗教めいた集団の勧誘に乗ってしまうことがあると思うのです。中には弱みにつけ込んで詐欺師のようなことを働く者もいますので、ちょっといいですか？かなり疲れていらっしゃるようですが、困っていることや満たされないことはありませんか？人が怖くて落ち着かないんです。なるほど、それはお困りですね。私たちは震災で心が傷ついていらっしゃる方、困っている方、満たされない方のお力になりたいと思い活動をしているんです。私たちならばあなたの困っていること、満たされないことを解消できます。いかがです？できるかも。どうかしましたか？満たされたいことがたくさんあるのかな。大丈夫ですよ、私たちに任せてください。さあ、私たちの仲間のところへ行きましょう。
皆さん、新しい仲間です。ここには食料も水も何でも揃っているのよ。あなたは選ばれた人なんですよ。ここで十分癒されて、私たちと一緒に他の人々を助けてあげましょう。豊富な食料、明るい部屋、清潔そうな服装の人々、それらを見て僕は。これは大儲けの予感がするぞ。白陽様。白陽様。やあやあ皆さん、頑張っていますか。はい。白陽様、新しい仲間です。おお、これは素晴らしい。かなりうさんくさいな。少し休まれたら早速活動に入ってもらいます。よろしく頼みますよ。
2906人とのことです。昨日から亡くなられた方の数が大きく増えています。かなり厳しい状況になっていることと思います。行方不明となっている方々には何とか助かっていただきたいです。本日12日です。この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。こんなペテンが通用すると思っておるのか。わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついている時にその弱みにつけ込みよって。わしは帰る。どいつもこいつも何をするんだ。話せ。さあ、危ないですから中に入りましょう。たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。困ったものです。気を取り直してあなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。白陽様と直接話ができるなんてとても光栄なことですよ。失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。入ってもらいなさい。さあおかけなさい。活躍してもらっているようだね。ありがとう。世間では私のことをペテンシ呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかい。正直そう思っていました。でも今は違います。なかなか正直でいいですね。これからも世の中の人たちのために頑張ってください。ところで、あなたに頼みがあります。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。わかりました。謹んで受けたまわります。ありがとう。世のため、人のために尽くしてください。頼みましたよ。
助物資が届いていない地域もあるだろうと思います。必ず救援はやってきますので頑張りましょう。避難所では情報が正しいかどうかわからないなど、普段通りの生活ができないストレスが重なって、怪しい宗教めいた集団の勧誘に乗ってしまうことがあるようです。中には弱みにつけ込んで詐欺師のようなことを働く者もいますので、被災地での生活は大変だと思いますが注意してください。はい、ここで あなたのような人がいるから世の中が殺伐としたものになるんです。まったくです。いい年してそんなこともわからないのか。代表、これは見苦しいところをお見せしました。このような分別がつかぬ大人は何とかせねばと思っております。その人をすぐに解放しなさい。え、何ですって？この男は団体の活動を否定するとんでもない輩です。解放などとてもできるものではありません。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。やれやれ、ようやく体を動かせるようになったわい。お前さんはこの団体の他の者とは違うようだな。ではこれにて失礼。そっちへは進めないよ。そんなこと、いつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。アバよ。あなたは裏切り者だわ。私たちの活動は尊いものであるはず。なぜそれを否定した？みんな、代表が裏切ったぞ。ただで済ますな。裏切り者を始末するんだ。裏切り者め！うえ！おら！逃げすな！逃がすな！この裏切り者！逃がすな！
すみません。うちに帰る途中に余震があって、兵が倒れてきて。申し訳ないけど、私をうちまで連れてってくれませんか。わかりました。家まで送り届けます。ありがとうございます。ですか、その怪我。そこで兵が崩れてきてね。この人におぶってきてもらったのよ。京子さん、うちの中で休ませてちょうだい。それとこの人に何かお礼を差し上げたいの。でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ。怪我人を休ませておく場所があるかどうか。それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ。おい、京子。あれ、お母さん、怪我しているのかい？家の中はまだむちゃくちゃなのよ。お母さんを寝かしたら、私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ。でも、怪我してるし。お医者さんに見てもらえばいいのよ。病院ならベッドもあるでしょうし。お母さん、どうしたの？せいやはお家の中にいなさい。すみません、病院まで連れてってくれますか。勝手ですみませんが、息子夫婦に迷惑もかけたくありませんので。わかりました。病院まで連れて行きます。ありがとうございます。サトシ、キョウコさん、それじゃ病院に行ってきますね。